どうも、遊戯王ダイス教授さんです、この度ですね、今日東京ドームの遊戯王イベントが、発表されました。詳しい内容が。で、ちょっと見ていきたいと思います。で、結論から言うとめちゃくちゃ豪華な内容になってますね。で、とりあえず抽選が1週間後ですね、10月9日から、23日まで半月ぐらいですかね。なんで忘れずに応募しなきゃって感じですね。で、まあ2日間あるんですけど、まあ、多分当たるにしても土曜か日曜のどっちかって感じですね、おそらく。で、東京ドームのキャパシティが1日4万人ぐらいですけど、でしたっけね、入る4万人かな、2万人か4万人か、まあ、それくらいだと思うんですが、まあ地方から応募する人もいると思うんで、当たらない人もいるんじゃないかなと思います。で、ですね、まあ見ていきます。入場料が3000円で、まあまあかな、普通かなって感じなんですけど、物販がとりあえずすごい豪華でしたね。まあこんな感じで。4万キャパだったと思うんですね。まあ、4日がブルーアイズがタダでもらえるらしいんですね。クォーターセンチュリーシークレットの。日曜の方が人気って感じですね。倍率が高めかなって感じはあると思います。こんな感じ。まあ何か、まだ秘密なことが多いようで、この物販がとにかく豪華です。でとりあえず、この3つのスペシャル特別商品が、特にこれかな。絶対欲しいみたいな。いくつ買えるかはちょっとまだ書いてないんですが、まあ1ボックスくらいは買えると思うんですが、まあ1個ずつね。これも復刻版か。何入ってるんだろう。で、ちょっと見逃しやすいのがこの2つなんですけど、これもう前発売されたじゃんって思ってるんですけど、クォーターセンチュリーエディションって書いてあって、なんか全部光ってるカードバージョンらしいんですよね。だから以前のやつとはちょっと違うというイベント豪華限定って書いてますね。これも買いと。全部買いなんですよね。全部買う余裕のある人は絶対応募すべきって感じだとは思いますね。全部合わせて2万ぐらいかな。あとこういうのもありますね。プロモーションパック。アトラクション。これは欲しいですね。結構ラッシュデュエルのレジェンドパックもあるようで、最近ラッシュデュエルもちょっと熱いですからね、ちょっとサービス終了するんじゃないかって言われてたんですが、このスペシャルプロモパックも熱いです、両方とも。で、遊びがアトラクションが何個かあって、まあもちろんバトルもできると思うんですけど、で、そうですね、歌手イベントというか音楽イベントもあります。ちょっと遊戯王の主題歌には詳しくないんですけど、どうなんでしょうか。まあジャンプロジェクトの方が多いかなって感じですかね。すいません、ちょっと歌はわかりません。そうですね、まあ当たるかどうか、まあかちょっとコロナが緩和されて、海外の方、特に中国の方も応募するんじゃないかとは思いますね。まあこれもおそらく転売の人も狙うので、確実にもしかしたら当たらないっていうの声が続出するかもしれないです。